時刻は22時を回りました。皆様こんばんは。秋元のりお休み前の本棚の時間です。お相手は私、秋元のりです。この番組は、ギノワンヒルズ通り、FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより、22時30分まで放送いたします。また、YouTube でもネット配信しています。 お休み前の本棚と検索すると出てくると思います。ただ YouTube の配信では音楽はあの聞くことができませんので、えー、できましたらアプリ「リスンラジオか」かまたは「マイチューナーラジオ」をダウンロードしていただくといつでもこのラジオを楽しむことができます。えー、皆さん、 暑いですけれど、いかがお過ごしですか夜,で夜もとても暑いですね、えー。私は先週、横浜でのちょっと大きい公演が済みまして、そして来週はまた、えー、7月12日、宇都宮のカフェ、あ、カフェマリオっていうところでまた公演があります。もしあの皆様あの、ライブで私の朗読を聞いてみたいと思いましたならば、全国どちらでも喜んで、はせさんじますので、 どうぞ読んでください。またあの朗読は大好きなんだけれどあの会場までね足を運べないという方がいらっしゃいましたらあの電話での1対1の朗読っていうのもやっていますので何な,なりとおっしゃってください。この番組の感想または私に何か質問したいとかいろいろ 聞きたいということがありましたら、えー、メッセージをお寄せください。メールアドレスは7、7 9 7アットマーク f m g u i n o ット c o m です。あの、どんなことでもいいので、あのお知らせください。えそれでは、ここで今日の一曲お聴きください。サラボーンで抱きしめたくなるような あなた、えー。曲はサラボーンで抱きしめたくなるようなあなたをお聴きいただきました。さて、今日はですね、育児や家事についてお話ししたいと思います。うん、この放送をちょうど 幼い子を育てているお母さん方が聞いていてくださるといいんですけど多分お子さんを寝かせながらもう寝てしまってるかもしれませんねまああの私の経験なんですけどいろいろあります私もあの2人育てましてそしてあの働きながら育てたので保育園にお世話になったり えー、周りの人にお世話になったりしながら育てたんですけれど、その中で、あの、こうするといいんじゃないっていうものがいくつかありまして、それをお伝えしたいと思います。あの、アプリのノートっていうところに、あの、私も、ここ2、3日、保育園のこととか、家事についてちょっと書いてあるので、 あのもしご興味ありましたらノートで秋元の子を検索していただくといろいろ書きました。えっとですね、私の周りにも若いお母さんたちもいたり、それから私の住んでいるすぐ近くにも幼稚園と保育園があるので、あの子供たちの声とかお母さんとかあの会うことが多いんですけれど、その 親子を見るたんびに自分の今からもうね、30年前のことをありありと思い出すんですね。本当にあの、手いっぱいで、子供は可愛いんだけれど、あの、もう自分の仕事のこととか、人間関係とか、もう本当に30代はもう必死でしたね。あんまり思い出したくないかもしれない。うん その中であの、ノートにも書いたんですけど、もう家事が大変で、自分の体もつらいし、あのやることがもうすごくあって、で今のようにあの、旦那様って当てにならなくて、毎晩夜中に帰ってくるので、やっぱり一人で全部引き受けないとだめで。 でそ,その時にあのやっぱり洗濯物を洗濯機が洗ってくれるのであの別にいいんですけどそれを干したりそれから取り込んで畳んでそしてしまうっていうことがやっぱりとても大変だったんですね。でその時にあ,のある記事でパンツは畳まなくていいって書いてあったのを見てそのたった一言でなんか あのすごく楽になった覚えがあります。あのなのでパンツをきちんとこうきれいに畳むかってそれも時代があるのかな畳み方っていうのすごく言われた時があってどういうふうにきれいに畳んでどういうふうにあの収納するかってそれができないとあのダメだってことはないけれどあの、うん、そこが大事っていうような そういうい風潮があったんですねだからパンツもきれいに畳たたんですぐ取り出しやすいように見やすいようにこう入れるっていうそれがパンツたたなくていいって書いてあってえっと思って引き出し開けてパンツそのままポンポンってあのそれぞれの、ね、子供のとか大人の,の引き出しにポンポンって入れたら終わりですって言って。うわーそれは だってああそれでいいんだってすごく解放されたことを覚えてますなので若いお母さんを見るとパンツ畳まなくていいからねって言ってるんですけどでも考えてみたら今の人たちは私の娘なんかもそうですけど私の娘は今、えっと、5歳と7歳を育ててるんですけどもう彼女なんて洗濯機の洗濯機 してそれそのまま乾燥してですぐ脇にあるなんかあの4人分の家族4人分のこうボックスみたいな横にこうなっててパカッとこう蓋があ開けられてでそこに放り込んでるで着る時もそこからほいって取るだけなんですごい楽してるんですよねだからそれでいいんだなって綺麗に畳んで見やすくして私なんか色も揃えてたりしてたんですけど。 あの本当に忙しい時は手抜きをしてそれよりももう二度とないお子さんとの時間大切な時間をあの取った方がもう私今考えてもなんかイライラしてたし怒ってばっかりいたような気がしてで自分の思う通りに子供がなるわけないのにやっぱりなんかうん すごくこう、こうあってほしいみたいのを押し付けた時もあったなと後悔してます。それはやっぱり一人で手が回らなかったから、だからなるべく楽をするといいと思います。あと一つ、あの選択の仕方なんですけど、その後私はいろいろ考えまして、一番こう効率のいい選択っていうのが、 洗濯機のすぐ横に、横で洗濯物を出したらすぐに干す、その場で。外行って、あの、日焼けしちゃうし、だから家の中で洗濯機のすぐ横にかけるとこを作って、パンパンって出したらその都度こうあの、干すんですけど、その時も場所ごとに、それを収納する場所ごとになるべくこう、 干してだからそれから子どものものもあの人別に干すときにちょっとこう干して靴下もちゃんと隣り合わせにしてとかってそして干したらそのままベランダなりお庭なりポンとかけるだけで今度取り入れるときはそのまま持ってきて、えっと、例えばお洋服洋服ね一生ダンスとか、まあ、お洋服を入れるところにまたかけるとこ作っといて。 私、自分で名前つけたんですけど、空中畳ですね。下には置かない。もう空中で、そんな綺麗に畳まなくていいので、空中でパンパンとこう、あのよくお店でね、あの店員さんが畳んでるみたいに空中で畳んで、そしてすぐ、そのその手からすぐに、あの入れるべき場所、引き出しに入れていく。 うん、そして台所のものは台所のとこ行ってパンと入れてっていう風にまあその場所に持ってって空中畳みしてすぐそのまま入れる手にしたものは最後のところまで行ってから手を離すみたいにすると。 そうすると割とあの効率いいんじゃないかなと思います。あと貯めると大変なのでできればお風,呂お風呂に入ったらもうすぐにそのお風呂の湯でで脱いだものをすぐにそこで洗ってもう働いてると朝って難しいのでもう夜ですよね。夜もあので外に干すのが、ね、嫌だったらもう家の中に干してとかあでもやっぱり今乾燥機使っちゃうのかな皆さん。 うん、そんなそんなことをいろいろ考えてました。でご飯なんかも1週間に1回どんと買って私は蒸すかあの茹でるか野菜はどんどん茹でてそして冷凍にするとかあの1つずつ容器に入れてそれでご飯つ作るときにはそこからポンポンと取り出してやると早かったですね。そんなところでしょうか。 あの本当に皆さん大変だと思います。なるべくあの手を抜いてそして大切な時間は大切な時間として取ってみてはいかがでしょうか。それでは、えー、ここで、えー、もう一曲いきます。そしてその後ちょっと本当おこがましくて恥ずかしいんですけど今日の話にあの似ていることであのやっぱりノートに私が書いてますあの ちょっとエッセイを読ませていただきます。えー、では、モダンジャズカルテットの朝日のように爽やかに。その後続けて、秋元のりそれはお母さんの考えでしょ私はそうは思わない。と、小学校5年の娘は言った。続けてお聞きください。秋元のりそれはお母さんの考えでしょ 私はそうは思わない。と、小学校5年生の娘は言った。20年以上前の話です。それはお母さんの考えでしょ私はそうは思わない。これを言われたとき、はあ、もうこれで娘は私の手元を離れた。言ってしまった。と思いました。ことの始まりは、 洗濯物を畳むか畳まないかの話でした。干してあった洗濯物を取り入れ、畳んでしまうように言うと、なぜ畳まないといけないのか、畳んでしまわずとも、そのままで吊るしてあるのから、いる時に取ればいいじゃないか、という。それはそうだむむ。娘の理屈はわかる。 片方ではそう思いつつもその時の私はしつけをしなくてはとむきになった。何を言ってるのきちんときれいにたたんでそれぞれをタンスにしまうのよ。なんでそんな面倒なことしなくても使う時にその都度、洗濯ハンガーから取るからいいよ。こんなものを部屋にぶら下げていたら邪魔でしょ。 別にずっと洗濯物がぶら下がった部屋で暮らすのうん。気にならないもん。なんで畳んでしまわなければいけないか教えてよ。私は窮した。知らないわよ。それは私のお母さんからもそう教えられたし、みんなどこもそうなのよ。きれいにしまって出すときも気持ちいいでしょ それ以降、娘は突如として黙ってしまい。だから私は必要以上になんだかんだとまくし立てたんだと思う。私の話が一段落すると、娘がやっと口を開き。でも、それはお母さんの考えでしょ私はそうは思わない。と一言言うなり、鍵を持って外に出て行ってしまう。 えその勢いに私はポカンとした。あ、行かれてしまった。そう思ったら、どっと寂しさが体の中をめぐった。もう私が大事に育て、守っていかないといけない小さな子供じゃないんだ。もうあの子は私を必要としないんだ。 あの時の感覚が忘れられない。捨てられたような気もした。と同時に自分の意見をしっかり持つ子に成長した嬉しさもあり、なんとも複雑な心境。その後、慌てて小学校一年生の息子の手を取り、夕暮れの中を探しに行 私の母は厳しい人で決して褒めなかった。一度だけお前は思いやりのある子だよって小学校四年生の頃に褒めてくれたくらい、たった一度。勉強していい成績を取っていい大学に行って一生続けられる仕事を持てと耳にタコができるくらい言われ続けた。 離婚して一人で私を育てるのに苦労したこと、そして再婚して専業主婦になり、働きたい、社会に出たいと言っても、夫から女房を働かせるなんて世間体が悪い、俺の稼ぎがないみたいでみっともないと反対され、母は外へ働きに出られなかった。その母の思いが、 全部私に来たというわけ。同級生と話してみると、実によく似ている。似たり寄ったりだった。1960年代後半から1970年代前半にウーマンリブ運動が起こり、この影響があったのではないかと思う。男に負けるな。 女も男と同じ土俵で働けるようにしなさいと多くの母親たちが娘を強く育てたのでは私は母を悲しませたくなかったので母の言うことは一応何でも聞き入れた家のことはいいから勉強しろと言われて一応勉強をしたでも その時に深く思ったことがある。自分の子は自由にしてあげよう。毎日 <laughs> 褒めまくってやろうと。自分がしてもらいたかったことをしようと。娘が生まれた時の日記に、自分の所有物ではなく、ある一時期を過ごす仲間ができた。 これから思いっきり一緒に楽しもうと書いた。子育てで物心がつくと、ああしなさい、こうしなさいという命令の代わりに、こういう方法と、それからこんな方法もあるけど、あなたはどうしたいと本人に選ばせていった。こんな考え方もできるし、 反対に違う考え方もある。あなたはどう思うの常に考えさせ、本人の意思を尊重したし、話し合った。その結果、でもそれはお母さんの考えでしょ私はそうは思わない。となったというわけだ。自分の意見を持ち、 自立した人になって欲しかったから、子育てが成功したといえばそうかもしれないが、おかげで私の娘も息子も、ねえねえお母さんこれどうしたらいいって甘えることがなかった。二人とも私には何にも言わず自分で考え、解決していたようだった。そして、褒めてばかりいたから、 自分はすごいんだみたく思ってたらしく、ある時娘が、みんなのがすごかった、と漏らしていた。これについてはごめん。いっぱい褒められたかった母のエゴでした。小学校5年生だった娘は結婚し、今二人の息子を育てている。どんなお母さんを、 やっているのだろうかいかがだったでしょうか、えー、曲はモダンジャズカルテットの朝日のように爽やかにそして、えー、本当にお恥ずかしいんですけど私の、えー、エッセイで「それはお母さんの考えでしょ私はそうは思わない」と小学校5年の娘は言ったという話あのさ先にもお話ししましたけど今彼女はもう本当に畳んでないようですはい。 畳まないで、え、洗濯機から乾燥したものをそのまま出して違うボックスにポンポンと投げ入れてそこからあの使っているそうです。そうだよね。時間は限りあるからどこに自分の時間を持ってくるか。それから一番大切な自分だけの時間って本当育児の時には持てないのでそこは 自分の、あのー、幸せのためにもあの、ほんの10分でも15分でも自分の時間が持てるといいですね。はい。それでは、また一週間が始まります。どんな一週間になさいますかいいことがいっぱい起きますように。 番組に参加してくださった皆様ありがとうございました。お相手は秋元のりこでした。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。